で、ちょっと22個をこれまた増やしちゃおっかな。ポーン。最高。この瞬間が一番幸せです、僕は。生きてて。生きてて、これを生きがいに生きているところあります、俺は。ほいほいほい。ほい。ほいっと。よし。で、これをまた投げる。よし。で、これをまた増やす。止まらない、俺は。無限豚肉製造機。俺はもう、実況者ということを忘れて、無限豚肉製造機と化しました、僕は今もう。もう、春さんなんて呼ばないでください。僕のことはこれから無限焼肉豚肉製造機と呼んでください。よろしくお願いします。はいっと。OK。完璧。で、これ自体もストレージボックスしまえるんだよね、確かね。ほいの、ほいで、これ全部集まって、豚肉がこの中に、何 ?624 個。624個豚肉の入った箱。なんとなく臭そう。よいしょ。よし、これでもう食料問題解決した。で、あとは、そうだ、砂糖だね。ちょっとサトウキビ、メイドをちょっと、ハイトク使いたいんで、ちょっとサトウキビを、よっこいせ、探したいなと思います。とりあえずこの辺の川沿いだよな、多分な。川沿いに、ある気がしなくもないと。あんまり、なんかすぐ見つかるってわけではないのかな。黄昏の森ってなんかあれだよね。景色おしゃれだよね、景色。見てこのなんかちょっと幻想的な感じ。ザ幻想って感じじゃない。ちょっと語彙力がちょっとあれなんですけど。エモいな。黄昏の森。エモ。こうやって川の周辺を探し回ってるとなんか、ポケモンもっと思い出すな。あれもデスポンしちゃったかな、あれっていうあの流れな。好きよ。この辺の池的なところにちょっとあったりするんだよな。ないと。あれサトウキビが意外にない。なんてこった。俺、あれかな、なんか、普段、ちょっと自然にサトウキビがありそう。あった、来たー。もう今の別にくだらない話なんで別に喋んなくていいや。で、これで、よっこい、小一と。サトウキビを増やそっかな。あ、じゃあ、サトウキビはちょっとせっかくだからカスタムツリーで増やしたいから、金取ってからのお楽しみしよう。じゃあ、1個残しといて、1個ブロックか。1個残しといて、なんで、あ、そっか、いいのか。1個残しといて、あとはちょっと、砂糖と。いいね、56個。まあ、56個もあれば多分だいぶ、まあ、もう、これもあれか、近畿するか。もう、これが一番楽しいマイクラは。みんなマイクラの楽しみ方をなんか建築とかと勘違いしてる人いない？違う、それは違う。無限増殖にこそマイクラの楽しみがあります。はい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 。はいと。ここちょっと、えぐいことになってるな、ここな。ほい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 のほいのほいと。よし、それでは、ちょ、メイド連れてっか。で、出そう、まず。まあ、連れてくにしろ、待機させるにしろ、出そう。お、みのり、タイガー、アミ、なんか久しぶりな気がする。じゃ、まずは、こいつらに防具作ってあげるか。防具作ってあげて、防具を作ってあげまひょ。装備、特定の装備しかないんだっけ、なんかこれ。頭だけないんだ。なんで俺、じゃ、ピンポイントでいらないの作ったところが俺今。畜生。騙された。よっしゃ、アミ、ガシャコン。アミ武装。ガシャコン。ガシャコン。ガシャコンと。多いね。あれ、鉄ってさ、こんな青色つくの？かっこよ。なんだお前ら。あ、あれつけ。ここが。おー、いいね、いいね、いいね。あ、これなんか、装備は青色なんだ、全部。へー、あ、かっこいい、かっこいい。もう、俺、メイドをなんかこう、家に置いてめでる気とか全くないからね。こいつらは、戦士です、ただの。俺に従順な戦士と化しました、今。よし。君たちにはこの抜刀剣を与えよう。こいつで戦ってくれ。よいしょ。ちょっと、ブロックは開始しよう。お前はそんな素材を集めたりとか、なんかそういう、そういうのはいらない。戦え、血を流せ。以上。それだけ。俺のために血を流してください。君たちに言えることはただそれだけ。よし、それでは、メイドさんも武装したので、そうだな、ちょっと、抜刀剣なんか次ぐらいのなんか作れなかったっけ？デグから、あ、これちげえな、これちげえな、あ、そうか、白菜、あ、金が必要なのか。じゃ、ちょっと下に探索しに行くんでもいいんだけど、せっかくだからあれだよね、なんか亡霊鉱山的なな、なんかそういうちょっと、イベントに行きたいよね、ちょっとイベントに参加したい。コミケみたいなとこだからあれな。亡霊鉱山、言うなればなんかゾンビとかたくさんいて、コミケを彷彿とさせてるから、じゃああれ作るか、まず地図。
なんだっけ、カラスの羽から作れるさ、あ、これ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 、ブラック、ブランクマジックマープ、ちょ、これ作りてえな。この羽どうやって作ってんの、グローストーンダスト、グローストーンダスト、ちょ、これ欲しいな。あ、じゃあ亡霊鉱山探しつつ、グローストーンダストとなんかこの変なトーチベリーを探しつつっていう感じでいこうか。よし、あの、そうだ、せっ、あ、あれだ、飛んじゃうとこいつらついてこれねえから、いや、とりあえずあの俺が運ぼう、俺が運ぼう、俺があの輸送してで、あのなんか戦闘になったら離そうこいつらを。いいね、その作戦でいこう。で、黒曜石とラピスはもうここで確保できてるんだよな。あ、こういう警告行ってみる。でもなんとなく俺は、あ、これあれじゃね、トーチベリーじゃね。はい、あった、もうクリアです、この実況終わり。で、このマップからさ、亡霊鉱山とかあったら見れんじゃねって思った今。これなんだこれ、これなんか変なんない、おい、お、なんか中入っちゃった。あ、これはただの木か、騙された、最悪。この辺のもっこりしてるやつは別に、ここなんか鉱山っぽくね。あ、これそうだ、これそうでしょ、この山は、この山は俗に言う亡霊鉱山というやつじゃ。あー、松明忘れた、ちょ、取ってくるわ。ここウェイポ打っとこう、ウェイポで謎、よし、ちょ、一回拠点戻ってちょっと松明取ってきて、ハテナに移動して、さあ、ここは何なんだ、ここは亡霊鉱山ってやつか、ただの洞窟か、それとも、あ、石炭とかある、いいね。あ、ここなんか、あ、ここは普通のあ、金とかあった、いいね、まあいいや、結果おらい、結果おらいなんかあったからいいや。あ、そうだ、あ、鉄のつるはし持ってねえじゃん俺、ああもう現地調達でいいや。あれだな、ちょっと斧とかもちょっと鉄でいいや、贅沢に、こう贅沢に、減らねえし減るもんじゃないし、作っていこう、よし。で、これで金を掘りませうと、よいしょ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 、せーい、オッケー、これ増やして、で、石炭も大量に集めて、よし、で、これでもうちょっと一旦帰ろう、一旦帰ってまた無限増殖タイムです序盤はどうしてもね、無限増殖タイムが多くなりますが、ご了承ください。ということで、まずは金を焼くと、金焼いて、ちょ、石炭増やしとくか、まずはブロックを作る、そして、そいやもうこの瞬間がいっちゃん幸せ。あれだ、ちょっと松明も大量に作っておこう、ザンで、これか、ここに まとめると、よし、すっきり。ここに金もちょっとストレージボックス出して、おい、あれだな、初見の人ビビるだろうな、え、なんでこの人こんな許されてんのって優しいんですよ、ハルシンジャーはみんな優しいんです。なんなら俺がちょっと、これちょっとダメそうだなって思ったことでも、おい、ハル、チート使えって言ってくるからね、異常だよ、もうもう頭おかしくなっちゃって、なんか俺に洗脳されちゃったんだよ、ごめんな、みんな洗脳されちゃって。集まったら、ちょっとまずはじゃあちょっとまな板強化しようか、まな板を、あれ、鉄のツルハシどこやった俺、まあ、いずれダイヤモンドのまな板作るときを考えて、で、この木の金のまな板もね、まな板もちょっと2つ作っておこうかなという、このクレバーな作戦。はい、できた、はい、と、よーし、オッケー。さあ、これでも16倍ですよ皆さん奇跡の16倍、いいね。で、俺何をしようとしたんだっけ、あ、そうだ、で、これでも次の抜刀剣は作れるから、ちょっと作るか、白さや、白さやだか白さやだか、ちょっともうガンガンね、ちょっと抜刀剣も作っていきたいなと思います。よいしょ。いや、ちょっと抜刀剣もちょっとなんか楽しくなってきたな。前回どこまで作ったんだっけ、なんか柚木島みたいなところで確か断念したと思うんで、今回はちょっとなんかなるべくもっと新しい抜刀剣作っていきたいなと思うんですけど、ほい、で、これで白さやと、オッケー、いいね、離島白さや神。この白さやの次はなんだっけ、なんかあの大太刀みたいな感じだっけ。あ、そうか、これをまず折って、あれだよ、確か、ちょっと待って、実績から見た方が多分早いわ、だよね、オッケー。で、こっからあれだ、折って大太刀だ、なるほど、まずこれを耐久値をゼロにしなきゃいけない。よーし、なんか抜刀剣楽しいわ、なんか俺のなんか昔はそんなでもなかったけど、なんか今になって抜刀剣めっちゃ楽しいんだけどなんで成長した、なんかこの間どんぐらいだ、俺どんぐらい空いた、半年ぐらいか、半年の間に価値観が変わった俺の中のっていう、なんかそういうね、ちょっと人間の面白さも出していく春のゲーム実況チャンネル、教育にも多分いいです、皆さん、そこの子供と一緒に見てる奥さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ちょっとメイドさんにもね、せっかくだからこのリニューアル
抜刀剣を持たせてあげよう。出てこい、タイガミノリアミ。よし、交換してあげよう。こんなボロくさい、何お前まだデグ使ってんの。おっそ、時代遅れだそれは。ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。